医療の広告規制とは、日本の医療に最新医療法などで定められた広告規制のこと。文書その他へかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならないと定めている。この規定は広告に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットのウェブサイト等は規定に含まれていない。しかし、ウェブサイトの適切なあり方について、 ガイドラインが示され、自主的な取り組みを促している。医療法の規制は、以下の医療機関を対象としている。医療法施行規則第1条の9により、以下の内容を広告してはならない。医療機関のウェブサイトは、医療法の規制対象ではないが、厚生労働省は、以下のガイドラインを示している。標榜化、標榜診療科とは、病院や診療所が外部に広告できる。 診療科名のこと。医療法第6条第1項、第2号にて定められた診療科名以外を広告してはならない。第6条の6にて、その診療科名は、政令で定め、それ以外にも医師または、司会師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。具体的な診療科名は、医療法施行令 第3条の2に広告することができる診療科名として規定されている。各加名横の丸カッ内は、医療法士恒令第3条の2の2及び厚生労働省、医療広告ガイドラインに関する Q&A において許容される表記。現在の制度では38の評防化の内容が分かりにくいとの指摘があり、厚生労働省が見直しを進めていた。 2007年9月21日削減される診療科を専門とする学会が反発してきたため、厚生労働省は、標防化を20程度に再編する方針から、標防化を拡大する方針に変えないかや下下歯科などの診療科に、体や臓器などの分野疾患名を組み合わせた診療科の腎臓内科、消化器外科、糖尿病、代謝内科、腫瘍内科、期間食堂科、 感染症内科、入腺外科などを標榜化として新たに認める方針を、固め同日、移動審議会で了承された。総合科の新設が目玉とされるが、導入は見送られた。2008年の改正により、従来認められてきた、神経科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、肛門科、 期間食堂化は2008年4月1日以降は、広告が認められなくなり、消化器内科、消化器外科、循環器内科、循環器外科、呼吸器内科、呼吸器外科などに移行した。この2008年の診療科名の定義の細分化のため、医師数の変化等の推移を見る際には、留意が必要である。助産書も参照史実書の名称については、 死実書以外の医療類似行為施設と区別するために、マッサージ施圧、鍼灸、接骨等を名称につけることが望ましいとされている。鍼灸及び、あんまマッサージ施圧師も参照針。9、あんまマッサージ施圧については、あんまマッサージ施圧誌、針し、吸止等に関する法律にて、広告規制が存在する。第7条あんま行、マッサージ業、施圧業 派理業もしくは企業業またはこれらの手術書に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる、事項以外の事項について、広告をしてはならない。手術者である、胸並びに手術者の氏名及び住所、第1条に規定する業務の種類手術書の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項手術日、または、手術時間その他厚生労働大臣が指定する、 事項に全項第1号ないし第3号に掲げる事項について広告をする場合にもその内容は手術者の技能、手術方法または経歴に関する事項にわたってはならない。アンママッサージし圧し、ハリし、救死等に関する法律アンママッサージし圧し、ハリし、救死等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づく。 アンマ行等またはこれらの手術書に関して、広告シュール事項も未利用事案と、えつ、15章に張り医療保険療養費支給申請が、できる旨、申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。予約に基づく、手術の実施休日または夜間における、手術の実施出張による、手術の実施注射設備に関する事項、柔道制服術及び、接骨院も、 参照柔道制服については、柔道制服手法において、広告規制が存在する。手術所では、骨継ぎ、接骨院といった名称を使用している。手術者の名称として認められていないものの例として、委員、クリニック、薬局、病院、治療所、ハリカ、鍼灸接骨院、カイロプラクティック接骨院、鍼灸生体院、エステティックマッサージ院がある。 柔道制服の業務または手術書に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。柔道制服誌である、胸並びにその氏名及び住所手術書の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項手術日、または、手術時間その他厚生労働大臣が指定する事項に全校第一号及び、 第2号に掲げる事項について、広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、手術方法または経歴に関する事項に渡っては、ならない。柔道整復祉法第24条、厚生労働大臣が指定する、事項補月義医療保険療養費支出申請ができる、旨予約に基づく、手術の実施休日または夜間における、 施術の実施主張による施術の実施注射設備に関する事項、平成11年3月29日付構成、労働省、国七75条期以外の事項を広告することは違法である。病名や効能などを広告することは禁止されており、肩こり、腰痛、五十肩などの効能を謳った広告に対しては自治体より改善要求が出されている。二千十六年より、 大阪やわら政治会は広告規制の適正化を進めようとしている。ありがとうございます。